皆さんおはようございます、急遽ですねスマホで撮影してるんですが、とりあえずクリップ全部外し終えました。で思ってたよりもですねコンテナ2個ちょっとなんで多分1000クリップ1000個ぐらいだと思うんですけど少なかったんで、楽でしたね。3、4時間ぐらいで終わりました。はい皆さんこんにちは、佐々木です。こちら見てください、見えますかね。 41.5 度、今10時ですね。はい、見えてますか。はい、これですね自殺行為ですね。来た時はですね60度ぐらいありましたね。で今こっちサイド、こちらですね、見てください。こっち来ると涼しいんですよ、わかります。ここ開けました。はい、もうタグで開けて、でやっと41度になったんですけど、さすがにもう10時はもう限界点ですね。はい、まあ、ちなみにここの温度ですね、今が41度ですね。ちょっと日陰、このダクトをですね向こうに手繰り寄せるっていう作業をしようと思って来たんですけど、どこまでできるか分かんないんですが、とりあえず1本だけこの動画でやりたいと思います。ここまで移動します。はい、到着しました。こちらがですねあそこにネポンハウス加温器っていう、あの今袋かぶせてますけど、カバーかぶせてますけど、はい、そちら側に来てですねこのダクト、このこれですね、はい、これをですねちょっとこっち側に寄せると。そうしないとですね作業が結構大変なっちゃうんですよね。まずこれをですね、力技ですね、はい、こうですね、はい、こういう感じでこっちに綺麗に手繰り寄せていきますね。こうですね、見えてますか。はい、こうですね、はい、しっかり手を向かないとまた上だけの撮影になっちゃいますね。こうですね、はい、こういう形で、こうですね、はい、こういうの邪魔なんで、こうしてですね、はい、こうしてありますね。ここはですね、なんも面白くないんで、まあ、終わっちゃいましたね。はい、こんな形です。で、この紐、これはですね、ちょっと吹き出し口ちょっと上に上げますんで、上の棚線にこう結んでですね、こうちょっと上げるためにつけてます。これは特に外しませんね。はい、ということですね。これを全部これから、まあ、11時まで入って、もうとりあえず今でも汗がもうダラ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 出てきてですね、いい加減このカメラも携帯もですねぶっ壊れたんじゃないかってぐらいの温度になってますんで、はい、死なない程度に頑張りたいと思います。じゃあ次へ行きます。はい、皆さん見てください、ピオです。完全に暑さで参っちゃってますね。さっきからこの日陰で涼しいところでずっと息荒くしてますね。はい、狩りはやってません。はい、ということで、中行きます。ちなみに今の温度チェック、温度と時間チェック、あ、ちょっと涼しくなりましたね。見えますかね、10時53分、これちょっと5分遅れてるんでもう11時ですね。 37.5 度、はい、なかなかの過ごしやすい運転ですね。で、ダクトの、こう手繰り寄せ作業完了しましたんで、お見せしますね。はい、到着しました。ずっとあっちが一番北ですね。ずっと手繰り寄せて暖房機の手前まで、はい、じゃあ向こう側行きます。はい、来ました。一番あっち側、南側ですね、ずっと、はい、全部こっちにやりました。で、午前中はこれで、終わりにしたいと思いますね。で、ちょっとここの辺で動画1本してあげたいと思いますんで、前回クイズの回答ですが、誘引クリップ外し作業ですね、赤い洗濯バサミみたいな誘引クリップ、はい、で、今回のクイズはこちらの作業ですね。このまず名称ちゃんと分かりましたかね。その名称を何とかした作業ですね。はい、をご回答ください。以上、里園の佐田がお送りしました。じゃあまた。